休み。何を何言う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 始まる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 始8、9、10、11、12、1、2、3、4、5、6、7そういうことか。あ、じゃあ1年シャープ1年次が1周年だ。1回り今日で12回わーお。じゃあ12ヶ月でーすわーい、ほんとに。はい、ということで、聞こえ、うん、皆さん聞こえてますかね。見てくださってる皆さん、よかったらコメントも読んでいくので。あ、聞こえてるっぽい。あ、こんばんはって来た。嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。いまだにツイートできてない。あら、さっきね、そうギリギリにねツイートしようと思ったんですけど、うん、皆さんでも見れてるかな、大丈夫かな。はい、うん、ブラジルの皆さん聞こえてますか。はい、もうそういうのツボなの ねここら辺。オッケーオッケー。目にね、意外だったね。ツボね。ブラジルの皆さんね、いるもんね、やってる芸人さんね。はい、さあ、でも夏ですよ。夏ですね。もう今日もめっちゃ暑くて、もう東京32度あって、今日ね、昼間にね、まおちゃんとお台場行って、新衣装のちょっと色刺繍とかやりに行ったんですけど、もう汗だくよね。汗だくだった。汗だく。ちょっと女子力だなと思ったのが、日傘持ってたの。ね、でノーメイクだったけど。そう、最近日傘持つようにしてて、うんうん、で、私って言っても、こうやってたらちゃっかりずっと入ってきて、ずっと一緒にね、あいあい傘してね。そうね、焼けたわ。いや、でも焼けてない、なんかちょっと。マオの方がすごい白かったのに。そうなの。どうしたの今ね、かなこの方が白いの。いや、それまで同じぐらい。いや、本当に。どうしたの。え、夏、なんか行くと予定ある。夏、今年の、うん、海ぐらいかな。海はね、いいね。海大好き。関東で海って言ったら、もう神奈川、逗子、江ノ島。東京やん。東京やん。逆に行かないのよ。あ、そう、行くとしたら、ちょっと遠いけど白浜とか。わ、おしゃん。うん、おしゃんだね。ね、だよね、白浜とかだよね。でも去年一回行けたわ。ね、でもそうだよ。うちらさ。うん、去年解散して卒業したじゃん、うんうん、だから言っちゃえばゆっくり過ごせる夏休みだったと思うの。うんうん、仕事はありつつも。ここ4年で一番ゆっくりしたでしょ。うん、去年何した。去年は6月だから25に卒業して、うん、7月か8月か9月ぐらいにグアム行ってたよね。忘れちゃったけど研究集だし。なんでみんな知ってんの。そうだね。そう、女子4人のいつもあのインスタとか載せてるさ、友達いるじゃん。あ、うんうん、そうそう、あれでみんなで行って、あー、すんげえ満喫した。え、何泊何日。4泊5日か3泊何歩か、ちょ忘れちゃった。多分4泊だった気がする。アメリカ圏行きたいね。ね、でももうね、日本語も通じるし、うん、何も何不自由ない。不自由なかった。グアム、そうね、確かに確かに。で、3時間ぐらいで行けるし、うん、往復でほんまに3キュップとかだったの。え、なんか友達がめっちゃ探してくれて、その超得意な友達で、やばくない？往復39,800円のホテル、ホテル込みかな。か4キュッパか3キュッパかで、もう10枚握りしめてすごい遊ぼうぜって言ったら、もう余ったの。余ったんだ。余ったの。いや、それこそさ、下手に国内旅行よりめっちゃ、うん、あ、そうそうそう。だって私ちょっとね、宮崎県行きたいなって思った時があって調べたの。うん、1人7万ぐらい。え、飛行機、飛行機かな、多分。あ、福岡で乗り換えるんや。乗り換え直で行けるのか。え、そんな高いん。いや、わからんけど。え、山口まで安い時は9000円ぐらいで行けるよね、うんうん、羽田から。あ、そう、いや、行けるの山口は ね、 山口ね、往復で1万5000、2万ぐらいだよね。新幹線でも片道3万8000円。あ、でもその方に自分で行けたってことでしょ。そうそうそう、ガムね、ガムに。ガム
ームに行けたんですよ。そう、夏子ちゃんと会夏子ちゃん、まるちゃんと夏子ちゃん、夏子ちゃん誰だろうか。え、絶対かなでしょ。あ、かなちゃん、あ、ななこちゃん、あの、かなこです。夏なこって書いてかなこです。夏なこ、そういうことで。でもめっちゃで、病、あの病院とかでもななこさんってやっぱ言われるの。あと、ななこりかことか、なんかやっぱかきくけこけりかこ、なんか謎なの。だからかなのになんか謎、かよくわかんないけど。でもな、夏、あとななこ、まあ、ななこが一番いいかな。夏でね、なな、うん、あー確かに確かに、うん。いやでもそうだよ、だからそれこそね、去年解散してるから、うん、私もゆっくりした夏かなと。何してた？それがなんか舞台の練習してた。あ、じゃあ本当にゆっくり、ずっとゆっくりしないんだね。じゃあよかった。だから今年はなんかしたいなと思って、それこそ今年はフェス行ってきました。おだからもう焼けてんだね。そうなの。そう、7月7日に、あのウィンズさんのウィンズフェスに行ってきて、そう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 、あ、やっと夏らしいことしたって思った、うん、去年確かにあんましてなかったんだよな、海1回だけ行ったぐらいなんだよな。でもそういうのにさ、うん、やる側だからさ、見に行くとすごい楽しいよね。やっぱすごい刺激になって、うん、なんかやっぱりこっちでさ、やっぱ見ると立ちたくなる、うん、あ、うん、確かにね。あ、こういうことしたいな、あ、こういうことかなことしたいなってすごい思いながら見てた。例えば、例えば、例えばね、あのね、うんうん、コラボとかもあったりとかしてて、うん、だからそういう大きいフェスとかにもしも出れたとしたら、その主催者さんの歌を一緒にコラボで出たいなとか、 あと SE とかのさ、うちらまだ SE ないの、登場の曲みたいな。そう、登場の曲がかっこいいグループ見ると、あ、こういうのねみたいな感じで、うんうん、なんかやっぱ楽しみながら、ちょっとそういうマウカナでも使えるようなことをなんか考えながら見てた、うん、ああなるほどね、うん、でもうちらマカラーっていう名前、皆さんのことマカラーじゃん。そうそう、見てる人もね。そうだから、まあ、昭和だし、うん、夏メロみたいな、うん、SE でもいいかもね。あ、夏メロね、雰囲気夏メロみたいな。はい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 、はい、うん、何、T ボランとか。あ、昭和じゃない。すごい悲しい感じじゃん。そうだね。今お前をつって。これ何これ。何これ。え、何これ。今これ何。今あれあれ、何回でも好きのポーズしてる。ああ、うちらのね。そう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 。あ、そういう。SE で今お前がとか言ってきて。すげえダメだね。何回でも好きっていう曲の最初のポーズをやってくれたの今、うん、でもちょっと理解できなかった。急にやっちゃうから、急にどうしたと思ったか。なるほどね。え、でも例えば何がいい、どういう感じがいい。私がおばさんになっても、あー、私がーって。どこまで流すの。おばさんになっても、若い子には負けるわ。そう。そうする？うん。いいかなと思った。次、そうしてみる？じゃあ。本当に？次ライブいつだっけ？716。やる？あの、あ、そう、東京クリアーズのね。そう。卒業ツアーの第1弾に出させてもらうんだけど。それやる？やる。え、どう？音源的にはすぐできるけどね。そうだよね。うん、CD 撮って。確かに。てか解散多くない？多いよ、多い。身近で言うとウェンディもそうなの。あ、そうだよね、ウェンディってね、いるの。4人組だよね。う、うん、6人。あ、6人もいるの。うん、結構多い。いつも写真見たら4人なんだよね。誰のこと言ってんだろうか。あ、そうなんだよ、6人なのね。そう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 。まあ、とっくりでしょ、とっくりでしょ。他も、あ、でもあとメジャーなね、人たち、うん、ハロプロの人たちとか。あ、そうだ、チャオベラチンクエッティ、アイナもそうだしね。うわー、チャオベラさん、私ちょっとショックだったな、ね、でももう11年とかやってんだね、10年とか ね続けることって本当に大事なんだなって、うん、大変なんだなって思うね、うん、いやでもあそこまで売れてたら、カンナ絶対解散しないけどね、うん、もうみんなやろうっていう。なるね。まあまあ、すごい言わんとしてることも分かる、確かに、うん、だってそれやりつつ個人の仕事もね、うん、できるわけでしょ、うん、だってまだ25とかだよ、おばさんとか言って。もう最年長で27とかだと思うんだよね。最年長誰？モロリン。あ、モロリンか。違ったっけ？
まだ、あ、みんなわかんないか。でも確かそうだと思う。モロリンか。うん。モロリンいい子だね。ね、可愛いしね。可愛いしね。そうだよ。でも遠くりもね、新しい道を行くって決めて、うん、もうね、解散のね、今カウントダウンになってるからね。そうだね。だからまあ、最後までだから楽しんでほしいね。うん、うん、うん。やってきたことを。うん、そうですね。でも、そうだね。立ち上げからだよ。そうね、立ち上げからね。いて、うん、まあ先に卒業しちゃったけど、うん、でも、卒業って言ってもやっぱり、あるものはさ、こう、なんか気持ち的に、なんて言うんだろう、なんて言ったらいいんだろう、あ、形あるからね、一応ね、そうそう、見届けられるじゃん、ないもんね、ないから、うん、どう、やっぱりなくなるっていうのってやっぱちょっと、いや正直ね、そのいい、変な意味じゃなくて嫌とかはない。だってその、うん、みんなが悩んでることをやっぱずっと聞いてきたから、うん、今の自分が抜けてこうなんだよとかもやっぱいろんないいことも悪いこともやっぱ聞くから、卒業してもやっぱ仲いいからさ、それを聞いてて、仲いいもんね、まあ、その解散を選ぶのは、まあ、合ってんじゃないかなと思う、から何も言えない。もうそこはもうカナが入るとこでもないし、うん、まあ、見届けるっていう立場で言うと、そう、応援するってことだよね。正しい、それしかないね。もう確かに、しかも、うん、あのチキパさんも卒業解散だって。やばいじゃん、マウカナ頑張ろう、ねえ。まだなの、そう、あと、ま、ナナコちゃんだっけ。ナナコちゃんと何もうね、何したい、このまま通したいんだと思う、ナナコちゃんで。え、ナナコちゃんと柔らかい手をつないでデートしたら言ってるやん。ちょっと触りますね、柔らかいです。え、でも絶対すごいじゃん、何嫌がらせぐらい来る。本当 に、 に、もうナナコちゃんにする。ナナコちゃんに変えちゃえば。そしたらマウナナになっちゃうね。マウナナになるね。17みたいになっちゃう。17 でもさ、アイドルの話してたけど、アイドルあるあるみたいなのある、うん、アイドルしてた時に、うん、アイドルあるあるあるわみたいな、今これがなくて超嬉しいとか結構あるんだよね。何、炎天下のめっちゃ暑い中の特典会。あれが今なくてすっごい嬉しい。もうあれマジきついの、もう熱中症なるぐらい、ライブでビチャビチャなのに、もう特典会でもお互いビチャビチャなわけよ。手とかもね、こっちもビチャビチャ、そっちもごめんね、お互いもビチャビチャみたいな。そうそう、汗の汗のこうぶつかりみたいなね。そうそうそう、確かに。でもこれはお互いに言えることやね、辛さもね、うん、だって物販を開始するまでの待つ時間もあるだろうし。そうそう、あれかわいそうだよ ね、 ね、確かに。それがこの年だからだけど、うん、もう化粧がもうボロボロ取れて、うん、原型がなくなる。そうだね、そうだね、全部取れるもんね。わ、うんうん、かる。誰って言われないか本当にビビりながらやってた。大丈夫大丈夫、本当にみたいな。え、この話して今ちょっと化粧で思い出したんですけど、うん、なんかまあ前回2人でマオカナで、うん、あの舞台出たじゃん、初恋さんの、うんうん、コント舞台みたいな、うんうん、なんだっけタイトル、オーディション、あ、オーディションってやつにコント舞台のやつ出たんですよ、うん、で、まあ、共演するなんか若い男の子とかに、うん、なんか真央ちゃんやっぱ可愛いよねみたいな話をしてたんですよ。さあ、いや真央さん本当みんな人気でみたいな、前回共演した時にみたいな、やっぱ男の人たちとおなんかメンズだけで誰が可愛いかみたいな話をしたんだって。で、真央が1位だったんだって。本当よね。そう、にらげないからね。男性ランキング1位だったんだって、その共演者の中で。ただ、化粧してる時っていう。っていう情報をもらいました。その後のオーディションの投票では、やっぱかなこさんですねつって、みんなかなこ1位だったよね。まあね。持ってきますよ、持ってきます。いや、嘘、そんなことない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 。いや、でもすごいなと思ったのが、なかなか多分ないと思うんだけど、舞台で打ち上げが焼肉だったの。豪華じゃない、うんうん、ね、確かに。私ちょっとびっくりしちゃって。いやでも、だって居酒屋なのよ。だってでもまあ払ったやん、ちょっとそうだからおごりだと思って、よっしゃと思って結構めっちゃ食べたよ。そうそう、さあ一人いくらですみたいな、はーいみたいな。しかもいろんな席があったんだけど、うちらは移動せず。まあもちろん乾杯の時はありがとうございましたって回るんだけど、うん、でも食べる時は移動せず、マーコ、あ、後輩のね、共演者のマーコちゃん、あやな、私、かなこの4人でずっと同じテーブルでも人見知りだからずっともうマオの隣でキープしてここで盛り上がってね。乾杯はもちろんする
の演出家の中村さんとかもいらっしゃったから、うんうん、まあそういうの話しながらも、うん、でも共演者、うちら極度の人見知りだよね。共演者さんとなかなかなんかちょっと話せなくて。いやでもマウがやっぱ声かけられるの、なんかマウさんとかやっぱ女性人気すごい高いから、いやなんか話しかけやすいんだろうし、すごいやっぱ声かけられるので、声かけ写真いいですか、え、うちも撮ろうとか言ってんのか、一人でさ、それずっと見てんのかで、なんか、なってないのにずっとこう携帯とか言って嘘だよ、かなこも、え、かなこさん可愛いと思っててずっと写真撮ってたいと思ってたんですって言われたじゃん、一人ね一人ね、高校生がね、一人ね、優しいよね、ほんと優しかった、おばさんたちに優しかったのありがとう、ああいう現場はありがたい、ありがたいよね本当にすごいよ。いやでもなんかさ、オーディションの舞台とかもそうだったんだけど、若い子とやっぱ触れるとちょっとやっぱりパワーもらえない？え？逆？逆かも。年感じちゃう？年感じちゃう。あーそっちか。いやしっかりお母さん役やってたそっちもな、そっちもね、そっちもな、そういう時にうわついにこういう役が来るようになったんだねってね、ファンの人とかに言われて、そうね、初めてやったよ、お母さん役？多分コン、まあ、コントでも、あ、まあ、うん、そうだね、お母さん役初めてかも、ね、あれはあの、あ、奥さんだ、あのもう普通の、うん、あ、まあ、奥さん、あ、そうかそうか、そなんかお母さ ん、 なんか娘がいる体のコントとか、しかも高校生のねそうやっぱそういう役が来るようになっちゃったんだなと思って、うん、確かに、うん、私もうおばあちゃんがスタートだからなそうだよね、20代の娘で役だったからね、おばあちゃんでんぐり返ししてズラを取るっていうコントしたからなそうなの、そうやってた前に、でもコント面白いよね、コント面白い、うん、だからただなんか、まあ、かなこもそうかもしれないけど、見てくれてるファンはさ、多分もっと何か違う本格的なの見たいはずなのに、コントばっか最近選んじゃってる、選んでるっていうかなっちゃってるから、オファーがねちょうどね、うん、そうごめんなさい、やっぱ普通の方がいい聞かないでね、普通のガチとどっちでもいいよ、どっちでもいいよね、出られれば、こっちガゼンガチって言われてね、ちゃんとした舞台みたいちゃんとした舞台でも役柄もコントだけど、ちゃんとその見え方がこう、なんて言うんだろう、立ち位置的にさ、うん、あのお母さんの激しいのはさ、あれだとしてもさ、わかる、女じゃん、私女の原型がない役ばっかだからそんなことないよね、この間もね、なんか女子会みたいなテーマでやった、この間ね、そうこの間少し、ね、ちょっとね Q が上がったよね、お芝居みたいな上手だと思って全然さすがすぎた、いやいやもうあれちょっと横澤夏子さんをイメージしました、ね、いや上手だった、本当に上手だった、へいやめっちゃなんか彼女と仲良くなりたい、何出会い系これ、今出会い系なの、本当すごいね、仲良くなりたい、ね、最近プリクラ撮る？え、撮らない、私プリクラ撮ったとしてもどこに貼っていいか分かんなくてさ、撮らないよね、そうだね、もうこれどうしようってなるよ、ね、なるよね、うん、え、最近、あ、撮ったって聞いたら撮らないよね、客層見て分かんない、客層見て、ね、おっさんばっかだよ、おっさんばっかだよ、でもおっさんが若くなるからプリクラ撮ったらね、目が5倍になる、ね、目が5倍になる、でも変だよね、うん、何がいいのか全然わかんない、いやでもプリクラ流行ったね、った手帳持ってたでしょ、いるねかな、あのキンキキッズと写真撮ってたの、あ、フレームねめっちゃちっちゃいこんなやつ、こういうやつキンキキッズったらさ、関ジャニさんのさラストのライブ、うん、見た番組、見てない、あの2日前ぐらいかな、深夜のね、うん、ボロ泣き、あ、そう、超泣いた、もうそれこそアイドルの、うん、その下積みとかのなんか背景もちょっとダイジェストで流れてて、うんうん、なんか結構ジャニーズさんにとってはこう一番なんか下積みが長いグループなんでしょ、関ジャニさんって、うんうん、らしくて、でスルスキーやってた時、前のグループやってた時のちょっとイメージしてたこうリスペクトしてるグループが関ジャニさんだと、関ジャニさんみたいなグループなりたいねってする隙やってて、そっからすごい気になってあの見てたから、うん、7人が6人になるっていう、うん、メンバー1人かけるって結構えぐられるね、いやそうだよね、いやでもやっぱ、うん、そういうの見たらそう思うし、現場に行ったらそうだけど、うん、やっぱテレビでこうパパって見ても、あ、そっかお疲れ様ですぐらいしか思わないんだよね、やっぱ、いや多分ね、あのねダイジェスト見たらやばい、やばい、うん、
なんか下積み時間、これ下積みの時期があって、まあうん、あの方たちもなんかバイトをしてたんだって。バイトしながらアイドル活動してたんだって、うん、完全、まあ花子もそういう時期なかった？あったあった、全然バイトしてたよ。トークリ入る前までバイトしてた。してた？してた。 そこからメジャーデビューになって、でメジャーデビューもまだまだこう、うん、花がなかなか咲かなくて、うん、無責任ヒーローだっけ、無責任ヒーロー、そう、あれでバンってなって今に至るみたいな、このサクセスストーリー、こうなんか、はあ、うちらもやりたかったなと思う反面、なくなるのも悲しいなと思って、どっちも次の日パンパンで珍しいね。珍しい。そのたまたまつけたの？たまたまつけて、うん、そうそう、私もあの新聞とかないから、そうつけるタイミングで見る。あ、はいはいはい、そうそうそう。でもまあしょうがないよね。でもやりたいことがあるからまあね。ね、なんか音楽ね追求されるみたいだよね。うんうん、いやすごい。で、ななこちゃんが多いな。いやだから無視したら、無視した方がいい。みんな番号みたいなユーザー ID 一緒だもん。そっか、そうなんだ。ガムシ森光子かっていうのは、あ、おばあちゃんですね。あ、そういうこと。プリクラ入る前を撮って、あ、まあ、うん、プリクラでもすぐね、あれだけどね、うん、いや、でもそっか。あ、エプロン似合ってたよとか、ありがとうございます。来てくれてる人なんだね。嬉しいね、嬉しいね。いやでもね、うん、夏もね、始まったばっかしですから、うん、はい、いや本当熱中症気をつけないと ね。でもちょうど今日、ね、納豆の日じゃないですか、うん、昨日が9日、まあ当たり前9日なんだけど、うん、うちの事務所の社長の親方の誕生日だったんですよ。あ、40。浅野さんと同い年だよね。あ、そうかも。ね、そう、41になって、一昨日ちょうど誕生日会したんですけど、うん、それが夕方の6時か7時、あ、7時から、うん、夜の7時からやるからって言われてて、だから昨日休み、昨日か。うんうん。8の夜？日曜の夜から誕生日会をしてまたぎたいみたいな。あ、はい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 、8の夜からやって、そうそう、カウントダウンね、カウントダウンしようみたいなので、まこさんが寂しいから自分で誕生日会開いて来れる人は来てくださいみたいな。かわいい。そうで、事務所の子たちばっかり行って、あとトークリのメンバーちょっと来たりとかして、で、かなり休みだったのね、うん、で、元トークリ、あ、メンバーの元じゃないね、さゆり、おまめちゃんとおまめから連絡来て、ちゃんかね一緒に行こうやって言われたから、あ、いいよって、何時ぐらいにするって言ったら、豆ファンミーティングやから、おー、6時7時、まあ行けても7時かなみたいな、でも一瞬ちょっとゆっくりしたいんだよねみたいな、なんか太陽浴びすぎて疲れちゃったから、うーん、バーベキューしてて、だから1時間ぐらい仮眠したいから、まあ19時20時目安なって LINE が来たから、 OK って言って、その時点でかな5時ぐらいから一人でスロット打ち行ってたね。うんうんうん休みの日でもするんだ。そうそう、誕生日の前だし、あ、時間あんなと思ってパチンコ打って勉強熱心だね。そう、いや暇だからさ一人で スロット打ってたら、フリーズっていうやつを引いたのね。まあすごい出るよみたいな、ですっごいテンション上がって、でお豆が今どうみたいな、6時半ぐらいに LINE が来たわけ、うん、そろそろモメも出れるけどみたいな、うんうん、いや、ごめん、フリーズ引いたからちょっと遅れる。逆にな、ちょっと待ってたな。そう、ちょっと多分超出るから先行っててとかで LINE 返してさ、了解行ってきて、で1時半ぐらいに終わったわけ、うん、で早めに終わったけどどこって言ったら、まだ家とか言って、もう一生それで会えなくて、でその間にリオンから連絡来て、うん、かの子今パチンコやろとか言って、うんうん、なんで知ってんの、おまめから聞いたけど、あいつまだ家らしいから一緒に行こうぜとか言って、結局リオチと行くで、おまめ来たの結局10、もう9時半とか10時とかで、まあ、仮眠しすぎちゃったのかな。でダラダラして、うん、でかのも結局9時ぐらいに行って、え、待って、そのフリーズっていうの知らない人もいると思うんだけど、うん、もうそれは大体何枚確定みたいなのか、大当たりっていうの分かんないけど、ジャグラで言うとゴーゴーみたいなもん。そうそう、ランプが光って、まあ、ビッグボーナスが引けますみたいな。だいぶ違う。だいぶ違うんだけど、まあね、分かりやすく言うとそういう感じの、まあ、連チャンしますよみたいな感じなんだけど。結局何枚出たの？結局それ最低、まあ、平均1500枚出るんだよね、バジリスク。まあ平均？分かんないけども、うん、もっと低いかもしれないけど、800万しか出なかった。おでも。でも投資してるから、まあ、投資したちょいプラぐらい。そっか、だから誕生日会で使いました。
使い切った。でもそういうあぶくせにはね、使い切った方がいいよね。よっしゃと。でそれで言うと、あのクリスマスに、うんうん、あの何年前のクリスマスなんだろう。もう今日手伝ってくれてるスタッフの子がもともと友達で、うんうん、その子変わらず独り身なんだけど、お互いも彼氏もいなくてクリスマスどう過ごすって言った時に、うん、私もあのなんかクリスマス一人だからちょっと過ごそうよって言って、あるあるだね。女子3人で何過ごしたかってジャンソー行って過ごしたの。やばマジで。でもあの私とその友達は初心者だった。何が何だか分かんなくて、うんうん、どんじゃらなら分かるけど、うんうんうん、どうやってやっていいか分かんない。でもとりあえずあの慣れればいいみたいな感じ で、ね、でその女の子はもう姉さんみたいな感じの、うんうんうん、でやったんだけど、見事に私なんだっけなんだっけスロー違うの、いやなんかめっちゃすごいやつをめっちゃすごいやつなんか白春私じゃないの、私が白そう大三元っていうやつなのかな多分、なんか字があるじゃん、白とか中とか白は捨てるんだよね、白髪純的な、ああいうのがすごく綺麗に揃ったやつを私が白を捨てた瞬間にローンって言われて一気に、ま、終わった思いっきり終わった。でも よく分かったね一発目で全然分かんないな、いや私も分かんなくて、でなんか揃え、そうやられた方そうだから揃えるっていうのはでもなんかすごいちょっと頭の体操になった、うんうんうん、だから最近アイドルの人とかやってるじゃん、アイドルマージャンみたいな、タレントマージャンみたいな感じでね、それこそ友達小田あさみ、あさみ、うん、最近やってるね、ツイッターで見た、最近やってるんだけど、いやあれの一瞬負けてからもう一緒やんねえと思った。マージャンは何、一応ギャンブルになるの、ギャンブル、まあでもか、うん、かけなかったけどね、初心者がこう2人いたからやんなかったけど、ただのガチで勝負する戦いってことね、かけなければ。でもなんかさ、そういうことね、あのお金をかけないけどこの棒みたいなのはさ持ち行きチップみたいなね、そうそうあるじゃん、あれが全部なくなった瞬間もう本当にやりたくない。見事に負けたよね、しょうがないよ、やったことないんだもんね、そう、え何が起きたのみたいな。そう、そういう苦い思いが、思い出があるギャンブルとか、それからはやってないの、それからやってない、うん、もったいないね、うん、結構なんかやったらできそうじゃない、なんか頭、あさみにも言われるんよ、うん、あさみもやろうって言われてるんだけど、うんうん、やっぱなんかいろいろルールが多いんだよねやっぱね、そうなんだよね、それが難しくて、うん、いいやん、いやいいと思う、徹夜とかしちゃうっていうもんね、マジ、うん、徹マン、徹マンね、徹マンっていうね、その友達もちなみにやってない、もううちらお互いも初心者で。あ、そうなんだ。でもまあやらなくていいかもね。そうね、うん、まあ一生に一度のクリスマスの過ごし方でした。いやいいね。いやそういうのいいと思う、でも女子だけで、うん、みんなクリスマスとか何してんだろうっていつも気になる、うん、結構イベントすんのよ、あファンミとか、ファンミね、そうそうそう、ライブとかさ、昔はね、そう、あれやったかな、やったか何回か、うん、うちらもなんかやったわね、うん、みんなで過ごせるのやっぱ楽しいね、ありがたいしね、うん、来てくれるのね、そうだね、確かに、ただそうだよね、うん、日々さ同じ時間なのにさ、うん、ちょっとクリスマスとか言うとなんかしなきゃと思うよね、なおかる、別にいいのに、うん、ね、普通の一日なのにね、やっちゃえばなのにすごいやべえじゃんクリスマスじゃんみたいになるよね、あれなんなんだろうね、ね、うん、わかるわ、すごい、ね、イブとかね、24日とかね、うん、なんもないのに、そう、わかる、あと誕生日前日、あーわかる、うん、今年の誕生日前日も一人でパチンコ行ってました。そうだよ、本当にそうだよね、本当にそう、次の日が山口でめっちゃ早くて、うん、飲みに行きたいんだけど飲んじゃったから飲んじゃうから朝起きれないと思って5時起きとかだったんでやめたの、12時またぐ前ぐらい、11時ぐらいからずっと LINE してて、もうずっと半身浴っつって、あ家にいたんだ、半身浴してるっつって、半身浴してたね、ね、うん、まあその年になるとこれがいいんだよ、そうだね、仕事を選んだ方が楽しい時もあるしね、うん、確かに確かに、うん、と思って、いや確かに最近の出来事か、うん、最近でもなんかお互い舞台も一緒だったしね、そうだね、オーディションがね、うん、次もあるじゃん、コンピオ、
コンピオ、うん、コンピオビール、なんかコンピオって1日だけなんですけど、ちょっと他のやつも混ざっちゃってるけど、トレンディエンジェルのたかしさんと、あと初恋太郎さんとか、9月4日、あとマウかなと、あと、うん、もうちょっといるんですけど、うん、あと元アツキューさん、アツシさんのグループで、うん、いたキララがいるエンラ、元ドロップのメンバーもいるんだけど、はいはいはい、エンラのキララもいるんだよな。うんうんうん、そうそうそう。でも一日で舞台ってすごくない？いや本当にすごいと思う。ね。なんか徐々に本番で作っていくものってあるじゃん。一、うんうん、回で終わったらちょっとなんか心残り残るかなと思いながらちょっとね。うん、そう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 、コンピオね。そう。初めてだからちょっと楽しみ。うん。うん、これも大塚のドリームシアターかな。あ、そうなの？そう、大塚ドリームシアター。だから徐々に大きくしていくらしい。ああ、これを機にね。そう、会場とかも。はいはいはい。うん、そう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 。いや、それで言ったらシンガポールの。ああ、それ話したいの。ね、そうだよね。なんかファンツアーみたいななんかね。うん。そう、実はそのかなこが仕事の時に私が代わりに打ち合わせしてて、うん、HIS さんとどうにかなんかそのツアーで何かしたいなっていうのを相談してて、うんうん、で人数によって値段って変わるらしいのよ。そうだ、増えれば増えるほど絶対安くなるしね。そうで、なんか名前の記入も最初は必要ないらしいの。なんか少ないと名前の記入必要なんだけど、何十人あの団体ですってことね。そうだったらそれを確保みたいなのがあって、大体分かりたいって言ってて、この前ツイートさせてもらって、協力してくださった皆さんありがとうございます。そう、それでまあ少し値段も変わってくっていうので、でそれのチケットの内容的にはまあ飛行機と、そこの現地から着いたホテルまでの送迎とホテルでしょ。でみんなも一緒だから海外でも安心ってことですね。そう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 、うん、みんなで一緒に行くからツアーとして、うん、でもちろんそのライブでやる、ベイサイドマリーナの近くのホテルにしてもらってる、はいはい、近くので、8日がライブがあってのチケット、8日9日のライブのチケットも多分英語だからなかなか買えない人も、どうやって買っていいか分かんない人のためにチケットもセットにしてくれて、で多分ライブが夕方か夜ぐらいに終わるから、その後の乾杯のファンミーティングのやつも入って、でなんか特典会やったらどうですかっていうそのスタッフさんのアドバイスがあって、それはちょっと後で考えるんですけど、いやシンガポールだもんね絶対ね。そうで9日もまたライブして、で仕事の、ね、方が多いから、夜中初にして10日の月曜日にはもう仕事が行けるような、はいはい、月曜日にはそう来るって感じなの。へえ、なのでね、ちょっと慌ただしいけど、でもこうやって一緒に遊べるのも一緒に遊べるのも一緒に遊べるのもなかなかないからね。せっかく私も初シンガポールなんですよ。うん、カノも初。初。ああ、その初をね一緒にね一緒に過ごせたらいいなっては思ってる。うん、なんかとそのアイドル時代東京クリアーズにいる時に、うん、卒業してすぐ海外ばっか行かれてすごい嫌な思いしたの。いる時に行ってよって。やっぱ仕事で行けたら嬉しい。そう。今月末にも遠くに行きますね。マレーシアに。え、そうなの？スマイル。スマイル。あ、後輩です。スマイルか、うん、でもねそうやってねどんどんこうやって行けるねチャンスがねうちらにも回ってきたってことだからね。そう、もう絶対ないと思っちゃったけど、うんうん、めっちゃ嬉しい、うん、なんかいろいろさある中でさ明日がねちゃんとねなんつうんだろうこうあなんつうんだろうあることに感謝して悔いなくね。そうそうそう、だからね、うん、迷われてる方はぜひちょっと眠りがあっても来てもらえたら最高の思い出締め作りましょうみたいな感じでございますので、でも大体だけど、うん、10万前後そうね、超えるのは多分ないと思う。もう安くね多分。でもそのちょっと人数が多い方が多分もうちょっと協力的になって安く済むと思うから、うん、でもこの時期やっぱ高いみたい、うん、なんかあれなんだよね、雨季じゃないんだよね。あ、そうなんだ。9月ちょっとカラッとしてんだね。9、10、11みたいな。そうそう、いい時期なのってみたい。まあ、個人的なプランもあるから個人で買われてる方はもちろん全然それは優先していただいて、でもこれには参加はできるようにもするので。あ、なるほど、うんうんうん、そうだね。ちょっと別料金かかってしまうかもしれないけどツアーの人はインクルードです。
インクルードって何ですか？かっこいいんだけど、何インクルードって全部入ってます。すごいんだけど、今日もそうなんだけど、絶対頭文字しか言わないの。え、D なんちゃら行こうよとか、C なんちゃら行こうよ、最後まで言ってって読めないから、で、あの C の方行こう、そう。C、あー、あれね、みたいな。そう、でも台場ね、さっきね、行った時ね、そうそう、ちょ、D なんちゃらさ、あそこよくない？ダイバーシティね。言わないでよ。いつも全部そうだもんね。いや、読むの嫌なのよね、英語、うん、ローマ字がいいんだよね。ローマ字がいいから読まないの。発見したんだよね。なんで、あ、そうそう、クッキングね、そう、クッキングってクーじゃん、まあ、K じゃん、カナからしたら、うん、みんなからしたら C だけど、うん、カナは K なわけ、うん、ケッキングなわけ。でも外人さんはクッキングじゃん、うん、それが嫌なのよ。そう、でもキッチンは K じゃん。そう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 、だから、うん、友達の子供とかがそのローマ字から教えるから、うん、小学校の時とか、うんうん、それを英語にしたらいいんじゃないかっていう話を友達としてて、うん、そしたらこんな子できないんじゃないってなって、うん、変換が難しいのだよね。そうそう、だから分かんないのこれが。なんかオン、まあこれはエアーだ、まあ、分かるよさすがに。でも本当はアイヤ、アイラーってなるわけ。アイラーだもんね。アイラーなっちゃうのね。そうそう、 TV ってなるわけ。そうそう、それが嫌なのよ。そう、アイラーなのよ。どっちかみたいな。ちょっとそれをめっちゃ熱弁されてんだけど、ダイバーは読んでと思った。あれは読んでほしいわ。お台場東京テレポートは下にローマ字だったから、これは読めるって自信満々に言うから、いやそりゃそうやと思って。そう、嫌なの。そうそうそう、難しいよね。難しいよね。そんなゼップダイバーシティではやらなかったか。やりたかったねー。ダイバーね。いや、もういつもこれから来てくれたらできるかもしれない。ありがとうございます。ありがとうございます、本当。いやでも何千人ダイバーシティ1100。え、もっとでしょ。もっといる。お台場ってどんぐらい入るんだろう。ゼップの普通のゼップは2,000〜3,000人ぐらい。あ、そんな、ね、もっとか。あ、マジで。ダイバーがちょっとちっちゃい目なんだよね。あ、そうなんだ。2000人ぐらいじゃないですか。ダイバーとあれがあるんだね。うん、ゼップ3000ぐらいじゃないですか。うわー、気持ちよさそう。てかすごいね、2年ぶりに来てめっちゃ喋るね。そう、だからさ、テレビタックルも出てくれたのよ。あ、そういうことね。そうそう、行ける人なんですね。さすがだわ。全然そういうのも歓迎なんでね。うん、いや嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、ね、これでも控えめにしてる方なんですけど。あ、いやいやいや、ありがとうございます。ていうか楽しみ、シンガポールって言ってくれてる人いる。え、嬉しい。でも本当に来てくれる。カナのファン本当に一人しかいないのね、来てくれる人確定としてね。そう、かわいそうっしょ。まあだから、これにツアーには参加しないけど一応行くよっていうだけ、ちょっと頭数だけちょっと知りたいので、まあ、でもリップじゃなくても会えるんならね。そうそうそう、口で言ってもらえ、そう、カナに言ってもらったら、リップはしないけど一応参加予定だけ言ってくれたら、うん、ちょっと数えられるというか。そうそうそう、マオになんかいろいろ教えてあげないといけないから、聞いてるだけだから。本当なんかいちいちツイッターで言うの嫌なのよ。そう、ごめんね。そう、なんかね、ちっちゃいとこでこまごまやってんだなって思うの嫌だから。すいません、ね、そうそう、ちょっと HIS さんと話してて、そうそう、ね、もう聞かなくてもさ、100人ぐらい来るだったらもうドンと ね構えてられるんですよ。はい、いや30人でもかなめっちゃ嬉しいよ。いや、そりゃそうだけどね、うん、それにはちょっとまだいらないみたいなので。そうですね、すいません、ご協力よろしくお願いします。誰かね、聞いてくれる人がいたらね、嬉しいんだ、嬉しいんだな、聞いてくれたら嬉しいな。金で、はい、かかりすぎやんと考えたり。いや、めっちゃ海外ってそんなもんやから。そうね、むしろ10万でぐらいで行けて、これだったら全然いいよね。安いよね。安いよね、と思うね。プライスレスと思ってもらえたらね、それぐらいのライブももちろんするし。そうだね、楽しい時間を一緒に過ごしたいなって思います。そうだね、うんうん、ほんとそう。そう、あとは、あとはでもまとめて後で言う、これは。うん、でもまあ流れ的に今言ってもいいし、か結構あるから。ポンポン、今後のマーカナの出演予定でございます。で、この7月16はその東京クリアーズの解散ツアー第1弾みたいな感じで、マオカナとしても出演するんですけど、うん、私は東京クリアーズのメンバー6人で何曲か歌いたいと思います。おー、メガ出演する。おー、あの卒業で歌い損ねた曲があるんですよ。あ、そうなの。
すごい好きなのに、うん、瀬戸自分で組んだのに抜けちゃってそれがずっと後悔してて、でもその抜けたのも気づいてなくて、うんうんうん、で実家帰ったらおかんに、あんたなんであの歌歌わんのってお母ん好きなのにって言われて、お母んも好きだった曲を歌い忘れて、それもうそのままずっと終わってたんだけど、今回その16日にあるんだけど出てくんないって言われて、うん、これ歌いたいって、え、何歌いたいって言われたから、あ、それかなって言って、さあおかんも見に来るって言ってた。そのカナの好きな曲が 何なのかちょっと答え合わせしながら ね久々にだから衣装着るのよ。え、振りどう、え、振り全然忘れちゃったから、もう一回覚え直し、今週リハする。あ、いいねいいねいいね、全く動画見たけどえってなった。確かに1年経ったらそうなるね。なる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 、あとフォーメーションももう全然覚えてないし、うん、あとメンバーもね、現メンバーも多分そう今で入っちゃってるからね、うん、なんかみんなでやり直しだね一回。わー楽しみだね、はい、そんな感じなんでぜひ来てください。お楽しみに。カナのトークリ復活、いやいやもちろんマオカナメインでねお願いします。もちろんお願いします、はい、そして7月17日は、わが家庄屋、庄屋庄屋でいいんだ、あ、高いあれだ、高円寺、高円寺でトークイベントみたいなやつやります。ちょっと待ってね、それもわかんなと、あとうちの事務所の後輩た高井戸、高円寺、高円寺、高円寺、島田、うん、帰ですね。高円寺立教のすぐ横だ、高円寺立教のすぐ横、これも予約フォームもあるのでツイッター見てもらって、これは高円寺だね。で8月、あ、もう飛ぶのか、7月そんだけもわかな、そうね今のところ、あ、そう、うん、あ、上手、はい、高円寺です。はい、失礼しました、高円寺でトークイベント、なんと元スルスキの、あ、そうだね、で元ウイ、さあ、ウイの MC でそうゲスト出演しまーす、はーい、そうで、8月7日、あ、そうだね、確かに飛ぶね、そう、これは急遽決まったんですけど、うん、ナックファイブに生放送出演しまーす。夜更かししますよ皆さん、夜更かし。そう、25時か29時ぐらいだからもう深夜だから、しかも26時頃だからもう深夜2時ですよ。え、マジで？そうだよ、2時の出演予定、ど深夜だ、ど深夜、じゃあど深夜ネタしていいってこと？おっ、そうだそうだ、おー、すげー、お口チャックできます？そんな番組じゃないでしょ。うん、そうそう、普通に失礼します。嬉しいね、ラジオね。そうなの、ラジオ楽しいもんね。ね、ぜひぜひ。で、8月8日がマオカナクラブ感謝イベントということで、だから寝不足で行くってこと、ね、そうなの、じゃあ、うん、そうだ、ね、お肌の曲がり角。そう、しかも8月8日はなんと500円です。そうなんです。マオカナとゆかりのあるゲストを呼んで、うん、MC には初恋太郎さんお呼びしました、うん、そしてトークリのメンバーと、うん、あと安森彩奈と、あと根本ウイを呼びました、うん、あ、そっかそっか、ウイも呼ん で、 で、あと私たちが初めてテレビで出たアイハツ、うん、千葉テレのね、の中のメンバーで、高橋理恵ちゃんも呼んで、はい、豪華にコーナーもやりつつ、コーナーメインで、うん、あとマオカナはライブしますけど、基本もコーナーって感じで、さあ、本当感謝イベントでやるので、うん、ワンコインなので、ドリンクのワンコインなので、うん、ぜひぜひ来てほしいです。で、うん、ワンコインだからってもう先に告知しちゃったんだけど、結局言っちゃう、かなり喋っちゃうから、いいよ、スタッフさん代がかかるのね。で、照明音響ね、そう、うちら自腹なわけ、だからみんなたくさんね物販とか本当にこれはもう500円だからさ、本当お願いします、お願いします、本当にかかるんだよね。で2人でわ、やっちゃったねっつってね、そうそうなんです、そう、何も考えてなくて自己責任なんですけど、感謝イベントだから、そう、でもなんかそういう本当やいっぱいやってあげたいんだよね、本当はね、うん、限定とドリームシアターなんで、大塚ドリームシアターなんで、椅子込みで60、本当は70人なんだけど、パンパンなんだけど、あれパンパンで大変じゃん、うん、はい、60人ぐらいで限定でやろうかなと思ってます、はい、で予約が今日の22時からなので、うん、もう60人なんで、他の人たち告知しちゃったらすぐ埋まっちゃうので、お早めに、
ろしくお願いします。お願いします。絶対楽しいと思うのでね。うん、いいメンバーだもんね。バラエティ豊かな、うん、そうなのよ、うん、よろしくお願いします。いやめっちゃ楽しみだね。そうで次がマオカナクラブが次が8月の13か14だ。はい、8月の14がで1年で1年目ね、2年目になる。2年目なの。結局今は何1年目目1年目最後。今日で1年今日で丸1年で来年来月で2年目突入よ。これさ、鈴木の時もそうなんだけど、2周年ライブとか何年目のライブって本当わかんなくなるの。難しい難しい。でファンの人にいつもいやこれ鈴木さん違いますよって言われてる。わかるわかる。そういう方がわかんなくなっちゃうね。深夜超えて今日なのか明日みたいなね。そうなの。夜中のさ1時とかにツイッターで明日朝今日だよと来て、うるせえわかんない。今ヤンキーが出ましたからちょっと。いやたまにやるのよ。たまに言われるのよ。そうだね、0時過ぎてツイートしたら明日っつったら、そう今日なんだよみたいな。今日になっちゃうからね。そう1年生でいうとこの 3月でしょ今。そうだ、来月が2年生の4月って。なるほど、そういうこと。分かりやすい。小学校で考えたらそうだ。そうなるほど、そう考えた。一つ勉強になりました。なるほどね。確かにね。だから4月から1年生だもんね。次がだから8月7日がラジオ、8日が感謝イベントで、2年目のマオカナクラブが8月の14日。おおすごい、嬉しい。ありがたいね。で9月に行きますよ。さっきも言ったけどコンピオ、うん、芸人さんたちとやるコラボの舞台です、うん、でシンガポールの日が9月の8日から9日、うん、で9月の16日、これはナチュスクというイベントがありましてね、ライブですね。はい、ライブです。でもこのマウ食堂アリーは何ですか？これ実はですね、学校をテーマにしたイベントなんです。で、スルースキルズの時も出てたんだけど、そう。だからナチュラルハイスクールだもんね、本当は。略してナチュスクなんだよね。そう、略してナチュスク。うん、何？たまにあるじゃん。略してナチュシュク。ナチュシュク。ナチュシュク。いくらちゃんですか、タラちゃんですか。はい。そう、ミルキーウェイが今まであのやってたイベントなんだけど、今年からちょっと大きい箱でやろうっつって上の巣になりました。うーん、2フロアなんです。そう、だ下がステージで上が物販と、そこでマウ食堂をやります。すごい。作るの？作るの。マジで？そう、なので学校の文化祭だと思って、うんうん、そうちょっと童心に戻ってね来てもらえたらなと。じゃあ、うん、出番の前もいて出番だけ出てまたやるってこと？ほぼ、まあとね、一人だけじゃなくて沖縄の友達だったりとかも来て一緒にやるので、うんうんうん、ちょっとソウルフードにしようか今ちょっとまだ悩んでる。へえ。じゃあ出演しない時も会えるってことでしょ？だから、うん、すごい。そうで隣では多分マウカナの物販もちょっとこう置けるように考えてる。ああなるほどね。そう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 、すごいじゃん。そう、食べるね。食べようよ食べようよ。食べてちょ。うん、すごいね、さすが。でそのナチュスクのオーガナイザーの102っていう子がうちらのマウカナのロゴを一緒に作ってくれたメンバーで、うんうん、102ね。そう102。やっぱ仲間にね助けられてるよね。いやありがとう、まおちゃんのお友達だからね。いやいや、ありがとうございます。涙の数だけもね、友達だ。あ、そうだね、友達だね。新曲ね、ありがたい。なのでちょっと、まあ、夏はまだまだ続きますよみたいな感じなので、うん、一緒にね駆け抜けてほしいです。よろしくお願いしま す。ちょっと早めに告知ないで、はい。で8月さ8日さ、うん、1周年じゃないわ、マウカナ1周年記念ライブだ。そうね、そうね、まあうん、夏の新衣装を披露できるんじゃないかなと思って。いや確かに、そうそうそうなのね、うん、ちょっと濃いかも。おお、そう、あ
れ暑いから今の衣装暑いからね。もう汗が尋常じゃない。ねね、あれはやばい。洗った？まだ洗ったんやちゃんと。あ、そうなん。意外といけたわ今回さ。流さなかった、うん、何着るかまだ分かんなくてちょっと洗うの怖いなと思って。あ、これね。それ決めてからやろうと思って。719ね。716ね。はい、先生。上から見た。自分から見てるじゃん。まあまあまあ、ねえ、そんなことある？でも真央から見たら91だしね。堂々と言っちゃうんだよね、そういうとこね。いやーね、年取るって。いやーね、本当にやだね。ねえ、お盆だから見やすいな、うん。でもちょっとそうね、コメントすいませんね、ちょっと流れちゃって。うん、でもさ、見てくれてるっていうのがさ、嬉しいね。そうだね。嬉しいね。うん、ありがとうございます。嬉しい嬉しい。いやでも本当にあっという間に1年過ぎましたけど、うん、いや本当にこの1年マジで早かった。早かったね。やばい。だって月1でマウカダクラブやろうってなった時に最初はね、え、月1って少なくないとか、うんうんうん、あれ大丈夫ってなったけど、うん、1ヶ月早すぎて、あれもう満開なクラブみたいな。本当早い、ね、うん。いやでもみんながね、これ変わらず来てもらえて成り立つんでね、本当にね、感謝の気持ちでいっぱいですね。はい、ありがとうございます。でもやっとなんか、うん、まおちゃんのファンの方も覚えてきたけど、うん、やっぱこう、あと今日もね、なんか新しい人とか来て、いやマジでさすがっすね。やることない。そうだって、この間のそう楽屋もなんか後輩の人がアイドルさんがスルースキルズさんだったんですかとか言って解散してんのに去年やっぱ知ってて、クリアーズ全然知られてなくて。いや、そんなもんだ。あ、そう、やっぱそんなもんなんだな。そんなことない。でもやっぱ蓋開けると変なグループだったよ。いやいや、ちょっと。いやいや、いないんじゃん、やっぱあんな変なの。ねえ、あんな変なのいないじゃんね。帰れから始まるんですよね。あれすごい良かったです。言ってくれてもありがとうございますってね。ね、あの、なんだっけ、アーカイブにも載ってる。あの、この前のやつだよね。スター、あなたがスター、なんだっけ、スター誕生。スター誕生ね、大塚のね。スター誕生の、うん。ありがたかったね。いや、さすがでしたよ、本当に。いや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 。うん。アチさんのおかげですけどね。いやいや、すごいよね、やっぱ。なんかそう、なんて言うんだろう。みんなが頑張ってるから、今はね、うん、ありがとうって思うことももちろんいっぱいあるんだけど、うん、こうやっぱ元なんとかですよねってかな、本当にあんま言われたことなくて。え、パチンコの人ですよって言われる。あ、パチンコの人ってめっちゃ言われる。そっか、もう山口だともうマジで知られてる。あの CM 見たよ。あ、歯ブラシ。あれめっちゃ可愛かった。歯科衛生士ね。そう、なんかね、山口県の歯科衛生士のその学校の CM みたいなやつで、うん、そう、なんかやってんだけど、うん、みんなやっぱすごい清楚に見えるらしくて、うん、気づかれないの。あれちゃんからなんだみたいな、うん、おー、そういうことね。そう、え、でもまんまだったけどね。え、ほんと、うん、なんかピンクの制服着てでしょ。そうそうそう、こんな子だったけどな。でもやっぱこう、なんかチャラついてないし、メイクも薄いしさ。でもこれ、マオがくれたんですよ、誕生日に。そう、そうだからつけてきた今日。あと衣装で一緒につけたいなって言ってピアスを買ったんだけど、うん、それもめっちゃチャラついてるやつくれて。こんなね、でかいのね。そう、でも私が金やりになっちゃってつけれなくなっちゃったの。ここ最近急に金やりになっちゃったとか。そう、あの耳たぶのこのよ上の横のね、へっこみあるじゃん。これへっこみがなくなって、もう全部ボコーってなっちゃったの。あのね、すごかったの。治んないんだっけ、金荒れって。治んないのかな。治んないんだ。あ、なっちゃった。かわいそう。そう、せっかくつけようと思ったんだけど、一緒に。だからいいやつじゃないしと無理なんだね、もう。そうです。じゃ頑張っていいやつ買うね。うん。純金で。来年の誕生日あげる。来年の誕生日。来年の誕生日。いいやつあげるわ、じゃあ。来年あげるわ。金曜日でもいいやつを。そうそう、あげよう。そうなんですよ。うちの母ちゃん写真、これがさ、ちょうどさ、カーテンで見るのよ。そうそう、タイムラグじゃなくて見てるんだけど、ごめんね。そう、お大事に、ありがとうございます。アレルギーは治らんだそうだね。でもカナさ、子供の時めっちゃアトピーやったのに、だいぶ治って大人になって。あ、もう飛び火とかできてたもん。嘘。ほんまほんま。あ
のちょっと顔引きでわかるじゃん。もこんないね。いやもうだからかなり描かないようにしてるし、まめに皮膚科行ったりとかする。弱いんだじゃあこういう弱いところ。あ弱いかも。あ弱い弱い弱い。でも気をめっちゃ気をつけてる。やっぱ女優じゃん。CM にも出てます。いやいや。そうそうアーティストだったねうちらね。そうだよアーティスト。アーティストだから。やっぱり大事じゃん。大事よ。うん、でもママもすっごい美意識高いからいい刺激もらえるんだよね。いやうーんありがたいけどね。洋服美意識高いかも。いやなんか高いようで低かったりするけどね。カナダもちょっと高いかもね。うん多分そうだと思う。でも日傘からしてもそうじゃんやっぱり。いやでも本当もらったから持ってるだけよ。ありがたいね、うん、あれ日傘ってさ加工してるやつは寿命が 2,3 年なんでしょって言われたツイッターで。 UV 素材だったら半永久なんだけど加工だったらなすごいよね。でも今そのさ今日使っちゃったやつがさ、うん、どっちなんかわからんのよ。だからそろそろ変えなきゃなのかな。今鼻の足しろってかわいい。そう、そろそろ変えなきゃなって思ったんだけどさもらったやつをさなんかさ買えるの心痛いなみたいな。でもあれ可愛かったね。うん、そうそう。でも袋なくしちゃったのあの入れるやつ。お落としちゃったら多分あの雨天兼用なのよ。そう雨の日もね。そうそう落としちゃって、うん、確かに。でもこのまま行くと東京も雨ね。危ないよね。気をつけた方がいいね。あ東京も雨くんの。うん台風ね。ほんと今沖縄でしょ。沖縄かまだ。うんまだ沖縄多分大丈夫だと。そうか。まあねもう自然はしょうがないですから、うん、悲しいけどね。いやでもなんか本当にあっという間ですけども、うん、56分となって残りあと4分になりました、うん、あーねー何今日この後終わった後にね。あそうなのねねライブしますから。おてる方たちに感謝を込めて一曲歌おうかなっていうね、はい、そうです。あの生配信見てくださってる方はあの YouTube で検索していただけたらうちらのライブ映像とかあるので、うんうんうん、そちら見てください。すいませんお願いします。いやでも今回も、うん、なんかランキングとかっていうのもねやっぱりあると何知らない人も見てくれるようになるじゃん、うん、なので皆さんお帰りの際はこれね、今見ながら帰ってもらえたら、ね、あれなんかこの農家のクラブってなんか面白そうっつってね、ね、そうですね。だってもうほんとそれこそ2年目になるから、うん、ちょっとねなんか考えていきたいんですけど ね、 そうね。でもこの緩い感じが好きっていう人もいるので難しいとこなんですよね、うんうん、なんかさ、うん、楽しくもありつつちょっと一緒に患者にさんとはめっちゃいいけど、めっちゃいい曲だし早いね、めっちゃいい曲だし早いね、影響受けてる、早い感じでね、一緒にストーリーを作っていくのもいいな、みんなマウカナのこれ見るより、今日帰ったら神谷さんのそれ多分。若いのにいや、ね、そだからね、 そのね楽しいっていうものもありつつこう一緒になんかガンガニさんみたいにねそうだよねちょっとガンガニさんみたいにやってきましょうよおばさんだねやばい。もうでもやっぱこの年でさその青春っぽい感じを味わえるのってこの仕事ならではだからね。いや本当にそうだと思う、うん、応援してくれてる人もそうだと思うけどなんかちょっと熱くなる時とかってさやっぱ減るじゃん、うん、ね、うん、やっぱ今しかないのかなとも思うし一緒にやっていきましょうよ。やっていきましょうよ、ねねね、はい、ね、さあ、うん、残り50秒になりました。あそう次回はもう一度言いますから8月14日になります。はい、ぜひあの今日来られなかった方もよかったら遊びに来てください。配信後にまた何かあるようなねちょっとことも考えていくので、うんうん、ぜひよろしくお願いします。お願いします。さあ名残惜しいですけど、はい、でも今日はいっぱい喋れてよかったね。うん、うん、確かに楽しかったね。
ありがたいありがたい、はい、また皆さん遊びに来てくださいね。はい、皆さんの青かなのツイッターのフォローもよろしくお願いします。お願いします。8月8日の1周年はいろんな企画も考えてるので本当に500円で遊びに来れます。ぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。お願いします。それではまた来月会いましょう。さよなら。